桃の節句を前に三好人形やひな人形を集めた展示会が三好不時の丘ミュージアムで開かれています。明治時代の大理びな、凛とした表情が印象的です。三好市の三好不時の丘ミュージアムには江戸時代末期から現代までの三好人形とひな人形およそ60点が展示されています。桃の節句にふさわしいものを選びました。三好人形は子どもの健やかな成長を願って初節句に祝いの品として贈られる伝統工芸品です。縁起を担いだものや武者ものなどさまざまなモチーフがあることがわかります。企画展は3月26日まで開かれています。